猫さん、こっち向いて。はい、ということで、ゆるゆるするタイムズなんですけれども、このチャンネルでは、ゆるく楽しく嬉しくをテーマに、ゆるゆるするするも、フォードライフタイム、地元の人が考えて、ゆるさんから同志ご飯が食べたくなる動画を発信しております。それでは、またチャンネルをよろしくお願いします。はい、ということでですね、9月に入りました、9月11日ですね。まあ、動画を見てる方はもうすでに気づいてると思いますけども、マダイがずっと釣れてないんで、これだったら買った方が早いよっていう意見がすごく聞こえてきてますね。聞こえてきてるかわかりませんけど、持ってると思います。でもですね、釣りでんですよ、なんとかね。釣って食べるっていうのがですね、すごく楽しいので、やっておりますね。いいシーズンになってきてるのでね、なんとかここでマダイをゲットして、いい感じで、この動画が伸びていけばいいかなと思いますね。よろしくお願いします。はい、ということで、7時15分ですね。引き船から切り離されましたね。今日もちょっとマダイ狙いに、今日めっちゃいるな。沖に行くんですけど、カワハギもちょっと狙いながらやろうと思いますね。そして今日このですね、新しいカワハギロット買いましたね。ハブガルシアさんの黒船っていうロットですね。8対2長所のカワハギ竿ですね。これで今日はちょっとやってみようと思います。リールもね、買える予定なんですけど、ちょっとお金の関係で、まあ今月末か来月とかですかね、左巻きをリール使おうかなと思います。お、あー、早い早い、早速なんかついてきたけど、ちょっとこれ多分今のは違うと思います。そこの方には今のもしかしたらドラギスっぽいですね。カツカツって感じじゃない。そこついてすぐ当たって、これは違う。そこついてすぐ当たってくれたら違うやつですね。止めると当たってくるな。ほら、ついてる。違う、これは違う。感度はいいですね、やっぱり竿の、やっぱりちょっと安い竿よりは全然違う感じがします。ちょっと餌つつかれたかな。まだあるね。一番下食ってますね。ちょっと叩いてみましょうか。ピタッと止める。ピタッと止める。釣れてるけどこれじゃない。あー、かかったけど。多分違いますね、これは。わあ、二人もトラギスさん、先に釣れてたのね。おっとっとっと。あらら、お二人。やっぱりトラギスでしたね、犯人。なんか久しぶりだな、飛ぶの。重りは30を使ってますね。ああ、かなり涼しいっすね。ここトントンしていきますよ。やっぱトラギスかな。いませんね。あ、おー、なんか血が、あ、いいかな、これ血が、根がかったか。あー、なんだ。あ、重りなくなっちゃった。重りが引っかかった。へえ。ちょっとすいません、根がかりで仕掛けをなくしてしまいました。申し訳ない。ちょっとここでちょっと仕掛けを作り直して再チャレンジしていこうかなと思いますね。終了板がなくなっちゃった。気をつけんと。ただこの後エギングのデータ取りになるよね。あそここんな地形なんだみたいな。出るな、餌取り。トラギスっぽいな。でもちょっと怪しかったぞ。かかったか。かかってた。やっぱりトラギスか。カワハギはいないですね。トラギス。あの子はむしろかけちゃダメなんだな。どっちがどっちの当たりかがまだ分かんないんで、当たったものは全部かけていくしかないのかもな。おお、いいな、今日みんな沖に出てんな。難しいね、カワハギ。居場所が分からんっていうのもあるけど。お、あー、怪しかった。ちょっと怪しかった今の。なんかちょっと違ったぞ今の。ちょっと違った今の人誰。ああ、いや、一緒か、ベラかな。ああ、やっぱベラだ。ちょっとアタック激しいね、やっぱり、この人。はい。ベラさん。魚は活発みたいですね。はい、ってことで、7時57分ですね。マダイのポイントやってきましたね。今日はボートが多いですね、満船みたいなので。ちょっとここで、ホッスルやっていこうかなと思いますね。ちょっと、青物が多いかもしれないので、ちょっとハリス。4号の8メートルで行ってみようかなと思いますね。手が切れそうなんでね。
青物がちょっと収まったら、アリソン細くしていく3号とかに落としていこうかなと思いますね。これがいいのか悪いのか俺は分かんないんですけど、あまりマブラが起きないですね。青物がおとなしい感じですかね。ルールを破って餌からいきます。4号、あー割と流れてるね。でもいきますよ。10、4で止めてみるか。日が差してきましたね。結構流れてるから、もしかしてカワハギ仕掛け落とし目わかるか。いきなりついてくるやつじゃないですね。ちょっとそこトントンしてみましょう。そこには何も魚いないね。何もつつかれてはないんですけど。お、なんか食った。ああ、あれちょっと待って、根がかり魚、根がかりかな。魚か。お、何これ、魚か。ああ、引くね。誰これ。あそんなかかり方、食ったの君。え、どこに行った針。あー、そういうことね。おバカチン、丸飲みされたか。やっぱあれかな、落とす途中にカーンってあったからあれかな。丸飲みは痛いよね、ちょっと。あ、また変なとこ。おーとと、はいはい、また丸そうだから、平そうだ、いないの俺には。10、ニートから止めといてみるか。おお、食った。なんか食ったけど、さすがにこれはカツオかな。うん、丸そうだね。食いは浅いね。はい、ということで9時56分なんですけども、全然潮が動きませんね。どうしたかな。あ、なんか出てきた。お、怪しいの出てきた。ちょっともう一回やってみるか。なんか怪しいやついた今。怪しい食い方だったね。大食いだ。一瞬だったかな、怪しい食い方だったけど、すでに見切られておるか。大食いあったけどな。単発か。足を止めてくんないかな。足生えてないけど、あいつ。お、食った。なんか食ったよ。あれ、下に落ちてない。早いって。追いかけ回してる。どこ、本物。本体はそっち。あ、ダメ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 。もう。まる。キラじゃないもんね。あ、食ってるし。あ、なんか違う。ちょっと違うぞ、これ。違わなさそうだ。違わなさそうだけど。こんな下にいんの、お前。ワーゴがっちり。誰か出てきたかな。そういえば、ウミネコポンな。どうしたもんだべか。お、あー、食った。お、カワハギかもな。カワハギだ。カワハギっぽい。あ、取れたかな。あ、取れた。あ、ついてた。おーい。あ、肝入ってんじゃん、これ。あ、肝すごい。パンパンや。わー。肝出たー。これバッチリじゃないの。これバッチリなんじゃないの、肝。パンパンやけど、肝かな、これ。迷いカワハギがいた。いつも一匹忘れるから、もう一匹取りたいね。やっぱり単発か。たまたま来たな。あ、復活してきた。はい、ということで帰ってきましたね。釣れたのは、今日はノーマルサイズですね。カワハギ一匹でございます。最近カワハギ一匹が多いですね。で、ちょっとな、肝があるかな。釣った瞬間はパンパンだったんですけど、ちょっとこれ開けてみないとわかんないですね。肝があったら肝醤油を作ってお刺身で食べたいなと思いますね。頭割りますね。
わあ、違うか、やっぱり。これは？あ、ある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 よ。ありますよ。肝がついに入ってきましたね、川木さん。すごい綺麗。わあ、でかい、しかも。あるあるあるじゃん、ちゃんと。フォアグラですね、まさに。あら、すごいある。一匹だと、やっぱパンパンだったんだ。あ、あー、下。危ない。こんなもんでしょうか。おー、肝ですね。これ、いいぞ。カワハギ釣りが面白くなってくる季節ですね。これは絶対ビールだな。こうなったらもう早いですよ。だんだんうまくなってきたぞ。よし。やっぱちょっとこの辺残しちゃうね。なんでやろうな。いつになったらマダイ釣れるかな。ちょっとこのソーダガツオがね、暴れてる間はかなりマダイを釣るのは難しいと思いますし、多分ね、いない数がいないんだろうな。マダイ今さっきのマダイが入ってきてないって感じですかね。お作り屋ですね。よし、キマ醤油の準備していきますね。まずお湯を沸かして、釣り人の特権といいますか、氷水で作ります。全部はやらないけど全部入れちゃうことになるのかな。よし、お湯が沸騰したので肝を入れたいと思いますね。すごい、結構あんなちっちゃい体なのにいっぱいある。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10秒。すぐに氷水。よし、水気を切るよ。水を切る。だからこれを一回これに乗せて、よし、溶いていくよ。急ぐ必要ないんだ。あ、3秒ルール。ああ、危ねえ、危ねえ。落ち着け。よし。よしよし。どうでしょうか。素晴らしいのできたよ。余すことなく。余すことなく。これ溶いてる意味あるのか。余すことなく。まだいける？余すことなく。よし、素晴らしいのができた。醤油ですね。醤油とちょっと生姜を入れますね。醤油ちょっと多すぎたな今。あー、でもちょっと、いや、いい感じだ。いい、ちょうどいいじゃん。いいわ、これいいわ。久々だわ。つゆらいやか、カワハギの肝醤油。たまらん、これはやばい。うん、冷やす。わあ、これはやばい。これはやばいぞ、めっちゃうまい。やば、これはやばい。ちょっと舐めただけでやばい。今の破壊力やばいよ本当にね。久々うまかった。うまかったっていうか、いつも美味しいけど、久々のあの絶品の肝を舐めた気がする。わあ、透明、綺麗ですね。たまりませんな。切れたのか。よし、できました。食べよう。やばい、楽しみがやばい。唾液が出てきてる。はい、ということで完成しましたね。カワハギお作りなんですけれども、なんといってもメインはこの肝醤油になりますね。見えるかな。あのカワハギですね、あの秋から冬にかけてですね、あの肝があのフォアグラのように美味しい食材になりますので、これを狙ってですね、あのカワハギ釣りやってるっていう人もいるぐらいなので、これはもう釣った人の特権ですかね。たまーに居酒屋とかでも出ますけどね、あの肝がちょこっとだけあるんですけども、こんなに大量に食べれるのは釣った人の特権だと思います。よし。あー、でもなんか綺麗じゃないですか。なんかこれわからんね。綺麗なんですよ、カワハギが。これ二切れですけど、ほら、わー、ネギと一緒にここにダイブさせて、あ、ネギが半分ぐらいした。行きます。痛風まっしぐら。うまっ。やば、ちょっと醤油多いけど、うん、うまい。これはやばいね。やば、
持って帰ってよかった一匹だけど、濃厚すぎてやばいですよ本当に。これ止まらんばい、もう止まらんばい、これ。うわー、よいしょ。ああ、食べよう。やばい、なんてまろやかなやろ。うん、はい、ということでですね、いろいろ釣りタイムズ、マダイ一向に釣れません、申し訳ございませんというところなんですけども、ただマダイ狙いながらなんか一匹だけいつもカワハギが来てくれるんですよね。あの助けに来てくれてると思ってるんですけども、まあ、カワハギ本当にこれからさっきも言いましたけどもいい季節になってくるので、あの一応ちょっとあのカワハギロットちょっと持ってたんですけど、5000円6000円ぐらいするやつから持ってたんですけど、まあ、ちょっとあの今イカができないということもあって、カワハギをしっかりちょっとしっかり釣ってこういった食材に持っていけるようにしたいかなと思って、ちょっと竿を買いましたね。アブガルシアのロットで、黒船というロットですね。まあ、黒のボディに金のラインが入ってるようなロットですごいかっこいいんですけども、まあ、カワハギロット、まあ、前回あの前まで使ったやつでもできるんですけど、やっぱりこう何でしょう、あれ多分あのねじれ予防、ねじれ防止みたいなのがあって、あと結構まっすぐですね、あの曲がるっていうのが一番大事なんですけども、やっぱりこういろんな力の入り具合で波の影響を受けてこうねじれることがあるんですけど、それを多分防止できるようなあのいい竿はそういったのが入ってるので、まあ、1万円ちょっとでしたけども、あの、まあ、全然こんな竿じゃなくてもいいので、あのカワイヤのアサリとアサリをエサリ使ってやればみんなが釣るチャンスがあるので、ぜひですね狙ってみてくださいね。あのすっごく美味しいです、これ。あのお酒ビール大好きな方はもうたまんないと思いますので、ぜひですねあのカワギこれからあの狙ってみてくださいね。肝が先々週ぐらいまで入ってなかったのが今週から入り始めたので、これからすごくチャンスかなと思いますので、ぜひ見てください。ということでですね、ゆるつりたびありがとうございました。あの高評価とかですね、あのコメントとかですね、あのすっごくこう励みになっております。あと現地でですね、あの声かけてくださる方ですね、本当に感謝しておりますね。あのなかなかちょっとね、あの皆さんと交流ができない、海の上と交流ができないところがあるんですけども、ちょっとしたあの会話とかですね、コミュニケーションを大切にしていければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、いろいろ言い終わったかな。よし、じゃあもうあの別世界に行こうと思います。ありがとうございました。あ、秋も美味しいね。ありがとうございました。あ、美味しいだ。いただきー。